前にちょっと。どうもです。コントです。藤子です。AJ ユナイテッド。オーケストラのさ、はい、うわーとかじゃなくて拍手だから。いい演奏でした今日。あのフルート担当の方ですよね。はい、結構大役。ありがとうございます。でチェロということでよろしくお願いします。あの去年から指揮やらさせていただいてます、ジョン・フィールドと申します。え、どこ行ったらいいの？なんか違和感がすごい。あ、ちょっと MK フィールドのライバルです。ということで今回の企画はコーナーキックシュート対決。僕ら結構ですね、コーナーキック直接対決とかよくやったじゃないですか、うん、あのシンプルなコーナーキックの対決ってしてきてないと思うんですよ。まあルーレットとかでやりましたね。あ、そうだね、尻で当てなきゃとか、うん、今回はシューター、キーパー、そしてキッカー、この3人で回していきたいと思います。まずシューター側は1回につき2回シュートチャンスがあります。というのは1回目と2回目はキッカーとゴールキーパーが変わります。それでまあポイント制で5ポイント選手勝ち抜きという感じになっております。ただ今回アシストポイントというのをつけたいと思いまして。おい、アシストポイントってなんだ？もしブチコさんがシューター、樹海さんがキッカー、僕がゴールキーパーで決めた場合、1点1点両方入ります。なので1回のゴールにつき2点動くと。なのでアシストだけで5いく可能性もありますし、シュートだけで5いく可能性もある。混じっても OK です。はい、あとゴールキーパーなんですけど、通常の試合とか前に出ることもちろんあると思います。コーナーキックで飛び出しとか、うん、今回はポストのラインに横にしか動けないという、前に出てはいけないという感じでゴールキーパーやっていきます。だから要するにカニってビヨン、すいませんね、あの尺ばっか取らしてます。本当に申し訳ない。今日なんか今日特に尺ばっか取らしてる感じ。なんか待たせたな。うちの混沌がさ、よう口だけは回るだよ。言っとくからさ、頼む、俺からも言っとくよ。せやーじゃあな、言っといたから勘弁してくれや。今日のところはオッケーっす。俺からも言っとくわ。誰やねん。だったら、おぉ、お、いた、蚊が、あ、鼻の中入った。ちょ、ちょ、ほんとにほんとに吸え。ちょ、もう出たわ。口前、なに、ここかっつって。なんか、ここかっつって。カラスが下打ち鳴らして飛んでったわ。ということで、やっていきたいと思います。チャレンジスタート。それでは、順番決めいきましょう。あ、一番最初に勝ったやつが有利なんでね。オーケー。最初はグー、じゃんけん、はい。最初はグー、じゃんけん、はい。いきます。おーす。おー、いくぜ。はい。いきます。オーケー。いいよ。あ、おー、よし、いけた。よし、オーケー。いいよ。あ、いいよ。あ、気をつけたらいい気がする。いきます。いいやつ渡して。うわ、うわ、あ、いや、待って。半分、2回音だったぞ。いきます。はい。うわ、うわ、よし。うわ、早いんだ。いきます。うわ、これがやばい。うわ、うわ、触るだけ。いきます。うわ、反復、反復。ブチのアシストを無駄にしてしまうというこの失態。オーケーミンデブラーレー。オーケーミンデブラーレー。参らせていただきます。
けよ。ナイスナイス、よっしゃアシストもらったぞ。ここもう2人でさ、3行っちゃおうよ。もう行こうよ、オッケーオッケー、よし行くよ。おい、うわっ、これは行きます。ナイスナイスナイス、俺逆転ないな。あ、そうか、そうだ。まあいいや、ゼロで終わるわけにはいかん。いきます。はい、あーもうあーもうあーもうてかもうリーチやん。そうです。ただ俺アシストはあるんで。うわー、いや、どう？行くぞーい。はい、ちゃんと待とう。あー、前言えちゃった。よーし、あー、前言えちゃった。よーし、あー、前言えちゃった。よーし、よーし、よし。言ってやれよ。混沌と混沌の間の間には混沌の。